ショータイムゴルフをご覧の皆さんこんにちは竹内輝之ですえー、今日はタイトルにもあるようにえー、僕らのようなツアーに出れない、えー、プロゴルファーが普段どれぐらい試合で賞金をもらっているのか稼いでいるのかっていうのを、えー、少し紹介したいと思いますえー、っと昨日ですね サモナークカントリークラブにて、えー、試合がありまして、まあ、僕らが出れる試合っていうのは、えー、ツアーに出れないのでミニツアー、えー、あとは地方のオープン競技ですねなんとか県オープンとか、えー、そういうのしか出れないですね。あとは 予選会から出て通れれば出れるっていう感じなんですけど基本的にポンとこうエントリーして出れるのは、まあ、誰でも出れるようなオープンの競技がほとんどです。で昨日あった試合も、まあ、1回予選はあったんですけど、えー、毎年3月に行われていて、えー、僕らが出れる試合の中ではかなり大きい賞金、まあの額も大きい。 出場人数も1 0 5 6 0人ぐらいですかね結構多いですねもう貸し切りでやるような試合でえー毎年やってる試合ですねえー、っと、まあ、最近ショータイムゴルフ出てるカン君も出てましたね昨日前の前の組ぐらいで回ってましたけど <laughs> えー一応、まあ、昨日今シーズン初賞金を獲得しまして まと、あ、と安心と言いたいたこなんですが気になるその賞金の額を発表したいと思います、えー、ちなみにスコアは72回パープレーですねイーブンパーでもありまして賞金自体は、えー、ちなみに優勝100万円です結構大きいです、えー、僕らが出れる試合ミニツアーとかだとだいたい 60人参加で優勝が20万ちょっと切るぐらいで大体まあ10位ぐらいまでは賞金もらえますよっていう感じなんですけど昨日は出てる人数が多かったので優勝が100万円えそしてえ30位まで賞金が出ますよっていう試合でしたえ僕のまあイーブンパーえー 29位逆さまになってますかね29位でした29位タイなんですよね、えー、普段だとカウントバックで30位まで決めるんですけど昨日の試合は同率同順位の場合は、えー、タイとなって均等割ということで29位と30位の賞金を 29位タイの人たちで全員で割るっていう感じで割られた金額がこちらです3750円しかも厳選しっかりされて3368円ですこれがリアルですね <laughs> まあこんなに少ないことはあんまりないんですけどその順位をカウントバックで決めたりするので、まあ、一番下でも大体いつも1万5000円とかぐらいなんですけど、まあ、今回はそういう試合だったのでこのような額になりました、まあ、ゼロよりは、ね、いいんですけど大、まあ、赤字ですよねエントリーフィーにもならない、まあ、交通費ぐらいですかね、えーまあ、でも優勝が100万円なのでそういう意味では有名のあるというか 僕らが出れる試合でもまあまあ稼いでる人は稼いでるなっていう感じです、えー、ちなみに優勝は67ストロークで5人いて、えー、プレーオフでした、うん、プレーオフやってくれる試合はあんまりないんですけど、まあ、この試合は毎年プレーオフをやってるみたいで2ホールのプレーオフで、えー、バーディーバーディーで上がった選手が優勝ということで、えー、その方が100万円取ってましたねえーまあ、今回の試合は えっと、賞金の額も多いですし、えー、に出てる人数もツアーがない時期なので結構、チャレンジツアーとか出てる選手アベマ t v ツアーですね今でいうアベマ t v ツアーに出てるような選手も結構出ていましてで、まあ、賞金の額が多い理由としては、えっとまあ、ここ5年ぐらいらしいんですけど1人の方が個人で協賛してくださってるそうで。 えー、それ、まあ、スポンサーしてくださっているので賞金の額が多いみたいで、えー、本当にもう僕らみたいな、えー、ツアーに出れない選手にとっては本当にありがたい話で、えー、そういう試合がどんどん増えてくれたらいいなって思います <laughs> 普段はミニツアーっていうのは、えー、基本的には、うん、出てる選手が払ったエントリーフィー をもう、えー、山分けみたいな感じですね、うん、順位のいい人から取っていくみたいなそういう感じなので、まあ、賞金の額も少ないと今回みたいな試合は本当にありがたいですねレベルの高い選手もいっぱい出ますし一緒に回った方がプレーオフに残ったりとかしていてすごい勉強になりましたね、まあ、勉強になったというか、まあ、負けてらんないんですけど本当はでもそういう機会がいっぱいあることによって えー、自分もレベルアップできると思うので、えー、どんどんそういう試合に出てですね、えー、頑張って、えー、勉強になるとか言ってる場合じゃないんですけど、まあ、賞金取っていきたいと思います。うんまあ、こんな感じで、えーまあ、本当にね、ビビったるものなので、賞金は、いろいろ他の活動で、 少しでもこう遠征費を稼げるようにまあこの YouTube の活動もそうですけどね翔太さんが与えてくださった機会なのでこれをしっかり活用して、えー、いっぱい遠征行けるようにそして自分のレベルアップを図れるように頑張りたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします